ハワイ語で踊りを意味するフラ。ハワイの伝統舞踊を美しく踊ってほしいと指導するフラダンサーをご紹介します。グッドラックストーリー。盛岡市を拠点にレフ・アマモ・オ・アリー・フラスタジオを主催する柴田陽子さんは、高校を卒業後ハワイ大学に留学していましたが、フラの魅力を知ったのは実は盛岡に戻ってからのことでした。メリーモナークフラフェスティバル、たまたまテレビでやってまして、ものすごい笑顔で体の中からそのエネルギーを感じる、あ、なんて素敵なんだと思って始めてみたいなと。33歳の時にフラの家元であるリッチ・ペドリナさんに指示。ハワイや東京で研鑽を積み、盛岡にスタジオをオープンしました。フラっていうのは言葉を発せずに足の動きと手の動き、表情で表現していく踊りなので、どういう曲なのかっていうことをしっかり調べて衣装を選んだりしてます。イプヘケと呼ばれる打楽器を手に、古典や現代フラの歌もこなす柴田さん。そのレパートリーは優に100曲を超えます。歌にちゃんと理由があって、それを表現することで周りの人も幸せになってくれるんじゃないかなっていうところがすごく魅力を感じております。自分を変えるきっかけにと思って、すごいリラックスするっていうか心地よくなるのでいいかなと思って始めました。柴田さんのもう一つの顔は仕出し料理店の代表です。昨年は岩手の食材を使ったテイクアウトのお店も作りました。コロナ禍で思うように活動ができない中、昨年8月には陸前高田港を開設しました。一人でもたくさんの方にフラの魅力を知ってほしいと考えているのです。自分での目で見て感じてきたものっていうのは、フラのスキルを上げたり、人としての生きていくスキルを上げるっていうのにはすごくいい経験じゃないかなと思います。岩手からフラのコンペティションですか、大会チャレンジしたいなと思ってます。ハワイの伝統舞踊に敬意を示し、美しい踊りと歌を継承します。フラで心を豊かに、グッドラック。さまざまな意見を聞き、自分の見解で殻を破り、社会に貢献できる人を目指します。この番組はコーレクの提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。